ド開始5分まではこの横浜がリードを保った展開、ただそこからはまくられたという試合になりました。出たさあ、そのテーブスを持つ、今度はドライブでいくと守ったが押し込みました。スコット小牧も昨日は12分21秒の出場でスティールを1記録しています。守りでも非常に献身的だった小牧です。森川の3来ました。須藤も昨日は3を1本決めています。アウダーバンクショット肩を見つけられながら、そしてバスケットカウント。いや、ここも体の強さ、今度はアウダが見せました。福原今日はフリーを決めているが自ら打ちません。アウダにはポトゥがついてくる。ハモンズが中で待つ、左手これで3ポイント差。福原に戻します。福原中に入っていく、ハモンズ、ハモンズが決めた。ここはハモンズのいいプレーが出ました。ただこれで11得点。そうですね、ハモンズ、これベクトンがねじ込んでいきます。さあ、森とエンド、森がボールをこぼしました。森川選手惜しかったですよね。今遠藤選手がいいディフェンス見せました。はい、森川選手の、ね、負けてとね、4ポイント差まで開いています。走り込んでいった井川修介、マッチアップ一つもいる。アウダに渡った。さあ、これで前に出ました横浜。森からアウダ、アウダが呼んでいく。大場が駆け寄る、大場のスリーだ。スリーはどうか、来ました大場のスリー。